どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこの小さなウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ皆さん音楽始めよう。今回のテーマソングはドン、長く短い祭り。椎名林檎さんのあのかっこいい曲、どっかこうおしゃれなんだけど、こうどっか和風でね、しかもファンキーでかっこいいですよね。ウクレレで思いっきり弾きましょう。実はこの曲はですね、5年前2016年に1回ガズレレ YouTube で取り上げてるんですけど、その時とは今回もうさらにガラッと変えた、キーを変えてます。したらね、結構これ簡単アレンジになりますので、前回のバージョン諦めた方、今回これだったらできます。はい、そういうわけでね、2021年版さらにわかりやすく、さらにかっこよく、さらに簡単にして、あーやってみようと思います。皆さんどんどんやっていきましょう。いつものように2バージョン、最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしているゆっくり簡単バージョン、後半はそこにねリズムが加わる。この曲のリズムがねめっちゃかっこよくてちょっと難しいですけどね。はい、2バージョンやります。最後までご覧になってください。さあ皆さん音楽始めましょう。音楽聴くの最高だけど、やる方がもっと最高でね、今ご覧くださってるガズレレ YouTube チャンネル見てるだけで、もう楽器今まで触ったこともない人、もう音楽に縁が全くない人でも、あーっというびっくりするぐらい、あっという間にウクレレ弾いて歌う弾き語りができるプログラムがあります。そのプログラム、ここにもうちょっとしたら貼るんですけど、そこに行っていただいて、上から順番に YouTube 動画見ながらウクレレ触ってるだけではすぐですからね。はい、これ YouTube ですから無料。とにかく始めてみましょう。ここですよ、行ってらっしゃい、クリック。言ってらっしゃい。そこには今までガズが取りためてきた世の中にあるありとあらゆる音楽ジャンルの曲が、このちっちゃいウクレレでもう誰しもが簡単にできるように、レッスン動画をすでにもう1500曲ぐらいもアップロードしておりますよ。1500曲です。皆さんの好きな曲も絶対にあると思います。はい、これから音楽聴くからやるに変えていこう。それでは椎名林檎さんの長く短い祭り、まずは初心者さん向けゆっくりシンプル簡単バージョンやってみます。1 2 1 2。天井天月楽花得した刹那の出会い、スマージュする前、我らの夏を近いに生きた体を一息に通って流し流され思えば遠くへ来たもんだ。人生なんてあげないね、まして若さはあちまう。みんなめいめいとりどりの一生、奔放な命を受けそう。ククスマジッククスマジッククスマジッ、我らは夏よ。長く短い祭りガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみました。おしゃれですね。これちょっとコードはね、結構たくさん出てくるんですけど、一応ガズレレでは入門コード、ガズレレ必須コードというグループのコードで収まっております。これは嬉しい。ゆっくりならば、
ゆっくりじっくりやるとできると思います。まずはここから、歌ってみましょう。でも歌、ちょっと歌のメロディーとかタイミングとか、ものすごい難しいですけど、聞き込んでね、ぜひやってみてください。今聞いていただいて分かったと思うんですけど、もちろんガズレレオリジナルショートカットアレンジバージョンでやらせていただいております。で、フルでやりたいなという方、2番とかね、コード進行一緒ですので、2番の歌詞を書き足して、オリジナル楽譜作ってください。で、原曲だと最後キーが上がるんですけど、キーが上がるとちょっとすごく難しくなっちゃうんで、ちょっとマニアックな方、いろいろ研究してみて、やってみてください。それで今のね、シンプル簡単バージョン、ガズレレ YouTube と一緒になんとかできたという方、次のステップは、ご自身だけで演奏してみることです。YouTube と一緒じゃなくてね。その時やっぱ最初のうちはね、楽譜を見ながらやった方がいいと思うんですけど、じゃあ楽譜どうしようかってなると思うんですけど、いつもガズはね、こうやって自分でノートに書いて、これを見ながら今も演奏したんです。で、これからこのノートを皆さんにこうやって楽譜移して、こんな風に書くといいんじゃないですかってシェアしようと思うんですけど、例えばこのサービス始まっております。ガズクラブ。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日の長く短い祭りを含むガズが今まで、取りためて書きためてきたノート楽譜の中から皆さんのお好きな曲を毎月5曲ダウンロードできるという画期的なサービスです。もうメンバー900人オーバーでもうかなり盛り上がっております。そしてね、このガズクラブは楽譜のダウンロード以外にもいっぱいコンテンツがあります。まずですね、アプリがあるんですよ。ガズクラブのアプリすごいでしょ。その中で楽譜の管理だとかいろんなイベント情報だとか、とにかくアプリでもう一括でいろいろできる。メンバーズカードもそこで発行したりして、はい。それとあとはね、毎月2回行われているガズクラブメンバー限定のオンラインライブ配信、これがめちゃくちゃ盛り上がります。次回のガズクラブメンバー限定オンラインライブ配信の日程はこんな感じになっております。世界中からバーッと同じ時間同じ場所のオンラインで集まって大セッション、こんなのやったり、非公開の SNS があって、そこで毎朝7時にガズがラジオ配信してます。ラジオ配信毎朝7時ですよ。で、皆さんの演奏動画をアップロードできる場所を3カ所くらいあったり、どんな質問にもそこではガズが答えてますんで、この面白いクラブ活動ぜひチェックしておいてください。そしてですね、あともう一個これがあります。ドン、ガズレレ大学。こっちはですね、もうちょっとこう深掘りして、いろんなリズムとかコツとか、もううまくいかない人がここでなんかこういろいろ発見があるという、まあ大学ですからちょっとお勉強ということで、これがですね、YouTube のメンバーシッププログラムというのでやっております。はい。で、これはですね、ガズクラブはみんなで楽しんでこうワイワイやろう。で、ガズレレ大学はちょっと深めてお勉強のところですからね、こういうふうに分かれております。この2つ、ガズレレ大学とガズクラブ、概要欄にね、リンク貼ってありますんで、ぜひぜひ細かくチェックしておいてください。それでは楽譜を見てまいりましょう。長く短い祭り、はいですね、はい、イントロ、これが言葉のタイミングが難しいですよ皆さん、はい。で、ちょっとこの楽譜の読み方の確認ですけど、こう下に書いてあるコードはかっこいいバージョン、こう矢印バージョン、これ矢印バージョンじゃない、矢印はシンコペーションのマークなんですけど、これかっこいいバージョンな、この下のね、弾き方をやりますよということです。今やったシンプル簡単バージョンは上の段なんですけど、もう見てもらうと分かるように、ワンブロックにコードが2個ずいずい入ってくるんで、もうゆっくりやっても結構どんどんコードが転化して早く感じますんでね、じっくり見ながら、先を読みながらやってください。こんな感じで映しますんで、一時停止してメモっていただくか、動画内のテロップを一時停止してメモっていただくか、ガズクラブで楽譜をゲットしていただくのもいいと思います。こういうところいろいろ書いてあります。メガネ結構入ってきます。はい。さっと映していきます。デモ演奏で確認してください。下の段はかっこいいバージョンですよ。はい。こんな感じかな。はい。じゃあ、ここ。はい。はい。盛りだくさん。はい。ですね。はい、こんな感じ。で、ここ最後。ぐるっとこうやって、また感想をちょっとこう入れて、あ、ちょっとそうだ。この感想のところだけ、この尺がちょっと、短くなってるんで、ご注意ください。ここのワンブロックがね、こう、感想、言葉がないんでね。時間短縮、場所短縮のためにこうなっています。ここもね、感想そうなってますね。はい。まあでも、テロップ見てもらえば分かるかな。はい。で、ここ最後が、あと、終わったということになっておりますと。はい。じゃあ、出てくるコード解説しましょう。この赤く囲ってるやつは後半やるかっこいいバージョンで。で、ここ今映ってるやつ。これはですね、ガズレレで入門コードなんです。いっぱいあるけど、安心してください。いいですか ?C と Am と F と Dm、D7、C7、A7。G7、E7、Em7。これはですね、ガズレレ必須コードというガズレレの超入門コードのグループ、ガズレレ必須コード。このガズレレ必須コードっていうのは何かというと、ウクレレで音楽を始めたいなと思っている方に一番最初に覚えてもらいたい入門コードのグループなんです。10個あります。10個もあるのかと思いますけど、今日全部それ出てくるんですよ。だけどね、入門コードですから、1個ずつ見たらめちゃ簡単。だけど、10個いっぺんに覚えようと思ったら頭こんがらがっちゃうんで、私がめちゃくちゃわかりやすく解説している動画、ここに貼っておきます。ここ必見ですよ。ここめちゃくちゃわかりやすい動画なんで、コード10個、ここで覚えてください。はい。で、ここから、かっこいいバージョンに入っていきます。かっこいいバージョンの解説に入っていく前に、いつも私がここでお伝えしたいのは、まず歌なんですよ。やっぱこれはですね、椎名林檎さんの世界観が炸裂なんですけど、この言葉が入るタイミングと、このやっぱりね、16ビートのファンキーなノリが、この歌にも入ってきてるんですよね。このタイミングとね、このノリ。
これがね、なかなか4つ引きでこう、掴み取る。まずはそのタイミングをしっかり測って、歌をしっかり自分のものにしてかっこいいバージョンに入っていく方が、全体的なね、完成は高くなると思いますんで、16ビートとか入ってきますから、後半は。はい、じゃあそんなわけで、かっこいいバージョンの解説に入っていきます。かっこいいバージョンはコードが2つ追加されます。まずはこれ、ドン。F メジャー7。大文字の M はメジャーということで、ガズレレでは表記しております。押さえる場所を解説しますと、こことここになります。はい。が、5フレット。これ遠いんだよね。こっからここってね、5フレットまで結構遠いんで、これね、こうやって押さえるのをおすすめしてるんですけど、人差し指がこれ浮かんでるでしょ。この分、ちょっとこっちに戻るときにちょっと得するんですよね。押さえてみたらわかるけど、この距離って結構あるんでね。今から覚える方、これで押さえる方がいいかなと思うんですけど、もちろんこれでもいいです。はい。皆さん押さえやすい感じでいってみましょう。響きは、ああ、いい響きです。そして、もう一個、このコードをね、F シャープ7って書いてる。これ他にも言い方あると思います。ひとまずこういう表記にさせてください。これはですね、考え方はね、簡単でございまして。Em7 という入門コード覚えてますか？こことここですよ。この入門コード、これ。これが一個こっちにずれたと思うといいと思います。しかもこのね、長く短い祭りでは、ちゃんと Em7 から、F シャープ7っていうコードシンクロなんで、Em7 を押さえたら、一個こっちにずらす。それだけでできます。そうすると、ちょっとおしゃれな響き。はい。これがね、ちょっとね、かっこいいなと思って、使ってみましょう。この二つのコードを追加して、かっこいいバージョンの響きがまたさらにかっこよくなる。F が F メジャー7になっただけで相当世界観が変わりますけど。ただ、この5フレットまでこれがちょっと難しいというのがあるんで、ご注意ください。はい、じゃあリズムの解説ですけど、今日はね、3つの弾き方かな。16ビートと16ビートのチャとカッティング。このやっぱりこの曲はもうファンキーのキレッキレのもうね、そんなやつですよ。もうほんとすごいですよ、キレが。キレとファンのこのリズムがこう跳ねてる感じ。はい。この3つの弾き方、ここにリンク貼ってみましょう。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、それぞれの16ビートと16ビートのチャットカッティング、それぞれの濃厚レッスン動画上がってますから、その動画を1個ずつ見て、じっくりとリズム自分のものにしていってください。これはね、しかもリズムは聞いてわかると思うけど、めちゃくちゃ跳ねてるね。シャッフルのリズム。このビート感、これはなかなかね、もう昨日今日でできるようなものではなく、やっぱりこう積み上げていく中でこう獲得しているリズムだと思うんで、その動画のね中でも言ってますけど、まずは8ビートが基本になってるんですけど、16ビートやって16ビートのチャみたいな感じで、進めていければいいかなというふうに思います。そしてですね、このマークいっぱい入ってきます。この矢印マークはシンコペーションといってリズムがズコンと前に入ってくるよ、そういう突っ込んで入ってくるよというガズレレならではの表記です。まずこの歌い出しの天井天月つなぐ花火からのところ、ちょっとこれ見ていっぱい入ってるでしょ。ちょっとここをやってみるとです。いきなり F メジャー7から入っていきます。ワン、ツー。天井を点で繋ぐ花火か。ドンドンとタン、ドンブドン、タンダンズ、ダンズ、ドンドンドンズ、タンダン。こんな感じ。ダンダンダンズ、ダンダンズ、ダン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 ズ、ダンダン。ちょっとこう細かい感じのシンコペーション。入るのが細かいです。もう一回ゆっくり。天井を点で繋ぐ花火か。ドンドンとタン、ドンドンドンとタンダンズ、ダンダンズ、ドンドンドンとタン。パンパンとこう前に突っ込んでくる。はい。今日はこの短いスパンでチャッと食い込むタイプの16ビートのチャでやるシンコペーション。これが結構多用されてきますね。サビではこんな感じで毎回入ってくる感じで。入ってくるところと入ってないところが出てくるんで、そこら辺に要注意でございます。で、全体の弾き方なんですけれども、テロップの下のところに16ビートとか16ビートのチャとか、一応2つの弾き方のこうメリハリをだいたい回答は置くんですけど、なんとなく聞いて掴んでいただきたいと思うんですけど。はい。そしてね、フレーズごとにね、キメもちょっといろいろ入ってきます。まず最初のイントロの天井天気の一番最後のところなんかも、わするまじわするまじわするまじわれねやつごダダダ、こんな感じですね。この後これダダダって止まるのも、まあ右手で止めてもいいんですけど、カッティングで止めたいなということで、カッティングっていうのをさっき書いておいたんですけど、この後、フレーズが入ります。このフレーズっていうのは結構かっこよくて、一応タブ譜出しておきましょう。ここれかな、ここ、はい、タブ譜。このタブ譜の読み方わかんない方、ここに一応リンク貼っておきます。タブ譜読めるといいと思いますね。まあ一瞬ですけど、ね、小技です。ちょっとやってみますね。せーの、わするまじわするまじわするまじわ、かっこいいでしょ。でんでん、この3つの音です。まず最初3弦の4フレット、次2弦の3フレット、2弦の5フレット、4、3、5、これがかっこいいですよ。もう一回、するまじわするまじわするまじわ、これで間奏に入っていく。はい。この3弦の4、2弦の3、5で、4を弾くとき、ちょっとこれ2の技なんですけど、スライドといって、下からぐぐっとすくってくるとかっこいいですよね。
ドゥルルダンダンみたいなイメージ、ちょっと細かいけど、難しかったらでもいいけど、ドゥルって入った方がちょっとかっこいいかなと思うんですけど、これはちょっと難しいかもしれない。まあ、まずはちょっと余裕が出てきたらこのフレーズ入れてみましょう。で、細かい決めも入ってくるんですけど、ちょっと一応やっとこうかな。感想の一番最初の感想の一番、最後のところちょっとややこしい、感想の後半からいきます。ダダダバチガイに、今のダダダツッタン、テロップに書いてあるそのまんまバチガイにの言葉に、A メロの一番最初の言葉とシンクロしてるんで、ダダダツッタン、この辺はやっぱりカッティング使った方がいいですね。はい、右手で止めると ちょっと忙しい。はい、カッティングっていうのも音伸びてる時に左手でパッとこう触って音を止める、こんなようなあの作業っていうか、あの技なんですけど、さっきのリズムいろいろのところでちょっと見てもらうとこういうのできるようになります。そして A メロの一番最後のところ、 B メロに、 B メロっていうのは人生なんてあけないねなんだけど、その前のところにも203連というリズムを使ったちょっと面白い決めがあります。ちょっとやってみましょうか。ワン、ツー、流し流され思えば奥へ来たのだ、はい、ダダダダ、ちょっとこのね、決めをね、203連っぽいというか、ダダダダ、ちょっと溜める感じがいいんですね。もう一回やってみると、流し流され思えば遠くへ来たもんだ、ダダダダ、ツッタン、ダダダダ、ツッタン、ここはダウンがかっこいいかなと思います。ダダダダ、ツッタン、で、このツッタンで次の B メロの頭、人生なんてと入っていきます。ここもさっきのね、感想から A メロに行くみたいに言葉とシンクロしてるんで、ここら辺かっこいいです。そして今の B メロの一番最後のところも、ダダダって止めるんですけど、こっちはすごいシンプルなんです。ちょっとそこやってみると、今宵千人が先駆け、いっぱいいてよ、ダダダ。みんな、ここはシンプルにダダダって止まる。このね、いろんな止まり方のパターンがあるんで、ちょっと気をつけていただきたいなと思うんですけど、それぞれメリハリがあってね、かっこいいんですよ。そしてね、やっぱね、F メジャー7、あとシンコペーション、16ビートのファンキーなチャート、もう畳みかけるようにやってくるんで、しかも歌もね、結構激しいですよ。これはだからもうね、もう相当脳みそがもうフル稼働するタイプのやつなんですけど、そう、このノリね、なんとかこう、ちょっと自分のものにできるとね、ほんと気持ちがいいと思うんですけど、皆さんちょっとね、時間ゆっくりかけて取り組んでいきましょう。この歌詞の不思議なイメージもちょっと頭の霞に置いて、夏のね、こうなんか景色がこう浮かびながら、なんかふんわり和のテイストもありつつ、ファンキーという不思議世界観歌っていきましょう。さあ早速やってみましょう。椎名林檎さんの長く短い祭りガズレレ流かっこいいバージョンやってみる。ワン、ツー、ワン、ツー、天井天月なぐあらぴあら美しく切なのであれ、
短い松井椎名林檎さんの名曲ガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。このファンキーさをこうクールに出すというか、あんまりガチャガチャガチャこう一生懸命っていうんじゃなくて、ちょっとこうね、あのダンディーなっていうか、ちょっとこうクールにやるみたいなのがいいと思うんですけど、なかなかちょっとこう忙しいからね、あわあわってなっちゃいがちなんですけど、なるべくこう落ち着いて、はい、思ったよりテンポゆっくりでもね、大丈夫なんでやってみましょう。さあ皆さん、この音楽自分で奏でるこの楽しさ豊かさ最高ですよね。今度ぜひ周りに、この周りの方にね、この楽しさぜひ、お伝えください。その時にね、今ご覧くださってるガズレレ YouTube チャンネルご活用いただければ嬉しいと思います。ガズレレ YouTube チャンネルにいいねだとかチャンネル登録よろしくお願いします。そして皆さん、新しいガズルの本が、ガズレレの本が出版されます。ガズレシピ、これね、ガズレシピってガズレレでリリースしてたアプリがあったじゃないですか。その中で、表示されてた楽譜がそのまま本になりました。ちょっとこれね、もうめちゃくちゃいいです。もう80曲ぐらい曲数入ってて、かっこいいバージョンと簡単バージョン両方書いてある楽譜なんで、すごい大活用できると思います。アプリを使っている方は中身一緒ですので、ちょっとご確認いただきたいんですけど、ここに、紹介している動画貼っときますので、ぜひご覧になってください。そしてですね、いつもガズが使っているこのガズのわがままウクレレと、再販売開始になりました。これガズの、これね、とってもリーズナブルで弾きやすい、初心者様の最初に一歩にもいい初めてウクレレ、これ2つのウクレレ、この辺のことをぜひともね、これチェックしてもらいたいです。めちゃいいウクレレですからね。はい、そしてね、今回新たに G プレイスという新しい取り組みを始めております。これ飲食店さんだったり宿泊施設だったり、もうあらゆる小売店さんまにちょっとご注目なんですけど、このガズの初めてウクレレやわがままウクレレを試奏できる場所としてとか、販売していただける場所という、もう人が集まる憩いの場所ということもあり、でこのガズレレにでも少しできるなんかこう社会貢献というか、その売り上げもね、そういうところに還元できればいいなというふうに思って新しく始めてるサービスなんですけど、ちょっとそのご案内も概要欄貼ってますんで、ぜひご覧になってください。先ほどもお伝えしたんですけど、ガズクラブとガズレレ大学、この2つ結構盛り上がっております。ガズクラブはもうみんなでワイワイやって楽譜をダウンロードできて、こう一個の街みたいなイメージ。ガズレレ大学はほんとちょっといろんなリズムとか基礎トレーニングとか、本当にお勉強です。この2つのことも概要欄に貼ってますんでお願いします。あとね、ガズレレでね、アプリがあったりするんですよ。ガズレシピです。ガズレシピで楽譜を見られる、これもねすごく面白いことになってます。もう他にもいろいろあるんですよ。ここにね、いつもつけてるこの水引きだとか、このストラップキャップだとか T シャツとか、山ほどね、いろんなグッズがあるんでね、ホームページぜひ見ていただきたいんですよ。あと、それとね、これです。はい。ドーン、リットミュージック社から出てるこのね、信号機みたいな赤、青、黄色みたいな、このね、このね、楽譜本がものすごい大ヒットで、もうそろそろ10万部いくぞということで、これなんでね、まあいいかというと、これめちゃくちゃ簡単でわかりやすいですね。しかも100曲入り、50曲入りというね、はい、すごい山盛りでございます。こういうのもご活用していただいて、皆さんのね、楽しい豊かなミュージックライフ、もうさらにね、輝かしていきましょう。さあ、これからもガズレレ YouTube チャンネル、ぜひともよろしくお願いいたします。今日は見てくださってありがとうございます。さよなら。